この番組は、一子相伝継承技術、雷神パーマのことならお任せ、ヘアデザインオペラの提供でお送りいたします。皆さん、こんにちは。同情するなら金をくれ！ふざけるな！トモサンゴです。今日は2月の日曜日なんですが、外気温は17度くらいで、とても暖かいですよ。いつもお世話になってる美容師さんが、今日は子供の用事で店が休みらしく、午後から少しだけ走ろうということになって、今向かってるとこだよ。ここは高速道路っぽいけど、高速に入る前の無料区間になるよ。指宿スカイラインの谷山入口もこの道路から入れますよ。美容師さんは前に運動動画に出てたカリンさんって人で、VMAX1700 とテネレ700、セロワ225の3台を所有してるんだよ。もう桜が咲いてる山桜かな。カリンさんは年の差が一回りくらい上なんだけど、紳士でユーモアがあって面白い人なので、自然と人が集まってくるようなタイプの人かな。あ、もう VMAX が準備してある。かっこいいな、VMAX。 あれ？あれ？あれ、いないな。カリンさん、何してんすか。何してんすか。マフラー台が。小銭集めてたんですか今そこで。え、あといくら足りないんすか。あといくら足りないんすか。100円か150円か。じゃあこれ使ってください。ありがとうございます。じゃあそれでマフラー買いましょう。これが自販機とか集めて、まあ1円玉があるけどね。これもアルミ缶を売ってやってるから。自販機がこれで、この1円玉がアルミ缶。で、今いくら貯まったんですか、これは。1万4600円ぐらい。あと400円で買えますね。だから自販機でさっきはサクってたんですね。そうです、そうです。マフラー代が溜まってよかったですね。あとは私が海外から取り寄せしますね。まずは久しぶりに動かす VMAX に給油しよう。ごついっすね。ほんと、いかついよね。男の乗り物って感じがするね。あれしたね、給油シートの方でしたね。ヒゲちゃんがよくやってました。70後半とかかもですね。安いみたいですね。 VMAX を試乗させてくれるそうなので、イブスカに向かいます。いい音ですね。僕の音で聞こえなくなるんで消してきました。いいな。
大丈夫だ、問題ない。一応今日の義務は果たしたから、肩の荷が降りて楽になった。これが登録者が増えない原因なのか、逆にまだ足りないのか、わかりません。ここが指宿スカイライン谷山入り口だよ。おっと、先に100円準備しなきゃね。かりんさんが一緒に払ってくれました。ありがとうございます。到着したね。あ、ジュース買います。え、何やってんすか。お前いいだね。やめてください。恥ずかしいですか、兄さん。僕が出しますから。